今すぐ債権団体に陥る状況ではありません。今生きている者が将来に向かってどうその対策を練っていくかということの方がむしろ大事ではないかという、いつでもリアの通り解決すべきものと決しました。皆さんこんにちは。今回の議会は令和5年12月22日第4回定例会最新の動画です。山本和弘議員は自分たちのことだけを考えていることがよくわかります。それではご覧ください。日程第1会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第86条の規定により議長において1番南沢議員および2番田辺議員を指名いたします。日程第2議案第81号、秋田方市公共施設使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例の件から、日程第4議案第85号秋田方市学校教育施設整備基金条例の件までの3件を一括して議題といたします。本案3件は総務文教常任委員会に付託されておりましたので委員長から審査結果の報告を求めます。芦田総務文教常任委員長。委員長、総務文教常任委員会委員長報告をいたします。令和5年12月6日付で本委員会に付託されました議案について審査の結果を次のとおり報告いたします。付託のあった議案につきまして12月18日に総務文教常任委員会を開き、市長教育長および関係部局の部課長等の出席を求め慎重に審査を行いました。議案第81号秋田方市公共施設使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例は、公共施設の使用料について受益者負担の適正化の考え方に基づき、秋田方市人権福祉センター設置及び管理条例など関係する計3条例を改正するものとの説明がありました。審査の過程において委員より原面については従来通りと考えているが、この先原面について変更の方針はあるかとの質疑があり、執行部より今回の改正は原面を除いて議論をしている、2018年2019年に示した原面の考え方を続けていきたいと考えているとの答弁がありました。質疑後の討論において反対討論があり、受益者負担になる根拠の数字が不明瞭でよくわからない、値上げによって文化活動やスポーツ活動が縮小していくように思う、チームやサークルの減少によって活気のない街になると感じるとの意見がありました。次に賛成討論は9月の総務文教常任委員会の中で、あるべき使用料の率についてはかなり議論が進んで納得したものと考えている、料金が上がったからといって活動が自粛される縮小していくというふうには考えないとの意見があり、また受益者が自分たちが得ている権益に対して負担をし財政負担を軽減していく必要性を感じているとの意見がありました。次に議案第82号秋田方市公の施設の指定管理者の指定については、本条例の規定により指定管理者候補者の選定について地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。2024年度新たに協定を締結する指定管理者制度導入施設は42施設で、このうち安芸高田市高宮大狩山河川公園は新規に指定管理者制度を導入する施設で、残り41施設は再指定する施設です。
なお令和6年第1回定例会へ上程予定の3施設を除く39施設が本議案の対象となるとの説明がありました。審査の過程において委員より指定管理の次年度の更新はおおむね3月にされていたと思うが、今回はなぜ12月なのかとの質疑があり、執行部より指定管理者が変更になった場合引き継ぎ期間を十分設ける必要がある、そのためスケジュールの見直しをしたとの答弁がありました。また委員より高田地工芸館の指定管理については市から届いた2024年度の指定管理者の募集要項に対し申請書を提出した後直営に切り替えられたと経緯を伺っている、手順が間違っていないかとの質疑があり、執行部より申請書を出していただいたが選考の手続きを行っている最中に直営に切り替える判断をした、その時点では次年度の指定管理者にかかる契約は締結していない、高田21には期待感を持たせてしまったためその点については謝罪をさせていただき、契約義務が発生していないことから手順は間違っていないと判断しているとの答弁がありました。次に議案第85号安芸高田市学校教育施設整備基金条例は国庫補助を受けて整備した教育施設の財産処分に伴いその手続きとして基金の設置が必要となるため条例制定するものとの説明がありました。審査の過程において委員よりこの基金の使途は学校教育施設整備ということなので備品等ではなくハードのみ使えるという理解でよろしいかとの質疑があり、執行部よりハードのみであるとの答弁がありました。議員たちが市の方針に対して異論を唱え懸念を表明している様子がうかがえます。特に公共施設使用料の適正化や指定管理者制度の改正に関する討論では市の将来に対する様々な意見が交わされています。このような意見の相違がある中で政策決定が行われていることが明らかになります。受益者負担を原則として料金改定の提案がなされたものであります。当該施設は市民の文化、芸術、生涯学習、地域コミュニティ活動と市民の生活の向上などを目的として設置されているもので、これらの推進を今後も維持していく上ではこのための改正は行うべきではないと思います。この値上げにより現在利用している事例で試算をしてみますと1000平米以下の大ホールで1回あたり1時間週2回の利用で月あたりを計算した場合約8000円の値上げになります。1年間では9万6000円もの増額になります。体育協会や文化協会などに所属していれば半額になりますが、趣味で行うグループやサークルなどの団体は減免規定の対象にはなりませんので相当の負担になります。この改正による負担が重りとなり今行われている活動が縮小や解散、新規の参入が阻まれたりすると思います。そして施設は無料の長物と化し市民交流はなくなり町は活気を失い衰退の一途をたどることとなるでしょう。今財政上と言われますが今すぐ再建団体に陥る状況ではありません。財政か市内の活性化を問われたら市内の活性化を取るべきであると思います。市内各施設で文化、芸術、スポーツ活動が活発に行われて
市内各所で市民交流が深まるよう、行政はその環境を作り、推進すべきであると思います。今この改正で市内の歴史は変わろうとしています。議員の皆さんに町の将来を訴えましたが、ぜひとも私の意見にご賛同いただき、法案に対し反対くださるよう訴えさせていただき、私の反対討論とさせていただきます。以上です。次に本案に対する賛成討論の発言を許します。以上。誰だった、はい、はい、熊高議員議案第81号に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。先ほど芦田総務文教委員長が報告されたように、事前に十分な調査もし確認をし、そして今回の議決に至ったというふうに受け止めております。今後、財政改革を含めてどんなふうに市がなっていくか、衰退するというご心配もあるようですが、当然我々今生きているものが将来に向かってどうその対策を練っていくかということの方がむしろ大事ではないかという観点で私は見ております。そういったことも含めて委員長報告の通り賛成をさせていただきます。次に反対討論をの発言を許します。はい、反対討論なしと認めます。次に本案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。これより議案第81号秋田方市公共施設使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例の件を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の規律を求めます。賛成多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。次に議案第82号秋田方市公の施設の指定管理者の指定についての件に対する討論の発言を許します。討論ありませんか。討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより議案第82号秋田方市公の施設の指定管理者の指定についての件を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の規律を求めます。はい、規律多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。次に議案第85号秋田方市学校教育施設整備基金条例の件に対する討論の発言を許します。討論ありませんか。討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより議案第85号秋田方市学校教育施設整備基金条例の件を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の規律を求めます。はい、規律多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。日程第5議案第84号秋田方市農業集落排水事業および浄化槽整備事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の件および日程第6議案第94号秋田方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
件までの2件を一括して議題といたします。本案2件は産業厚生常任委員会に付託されておりましたので委員長から審査結果の報告を求めます。山根産業厚生常任委員長。産業厚生常任委員会委員長報告をいたします。令和5年12月6日および12日付で本委員会に付託されました議案の審査結果について報告をいたします。付託のあった議案につきまして12月19日に産業厚生常任委員会を開き、市長および関係部局の部課長等の出席を求め慎重に審査を行いました。議案第94号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、出産予定の国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除するもので、その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から単体妊娠の場合は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月相当分を、そして多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月までの6ヶ月相当分を減額するものであるとの説明がありました。審査の過程において委員より対象となる方の詳細について伺うとの質疑があり、執行部より妊娠85日以上の分娩の方が対象であるとの答弁がありました。次に議案第84号、安芸高田市農業集落排水事業および浄化層整備事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例は、総務省の通知に基づき農業集落排水事業および浄化槽整備事業について本年度末までに地方公営企業法の適用に取り組むことの要請があり、すでに地方公営企業法の財務適用で運営している企業を統合し関係条例の整備を行うものであると説明がありました。審査の過程において委員よりこの度の適用について全部適用であるか一部適用か伺うとの質疑があり、執行部より一部適用であるとの答弁がありました。また委員より一部適用と全部適用の差について伺うとの質疑があり、執行部より現状の組織体制を維持できること、また経営の内容を十分把握できると判断し一部適用を採用したものである、全部適用にすると人員や事務スペースなどを考えないといけなくなり経費がかかる、今下水道事業会計は一部適用で運営しているのでこの状態を維持したいとの答弁がありました。以上の2議案について慎重に審査し採決した結果、いずれも原案の通り可決すべきものと決しました。以上報告といたします。これをもって委員長報告を終わります。これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論ありませんか。討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより議案第84号、安芸高田市農業集落排水事業および浄化槽整備事業に
地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の件及び議案第94号秋田方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例までの2件を一括して規律により採決いたします。本案2件に対する委員長の報告は原案可決であります。本案2件は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の規律を求めます。はい、規律多数であります。よって本案2件は原案の通り可決されました。日程第1会議録日程第7議案第95号令和5年度秋田方市一般会計補正予算第7号の件を議題といたします。議案の朗読を省略し提出者から提案理由の説明を求めます。石丸市長、はい、本案は物価高騰対策にかかる支援給付金に伴う費用を規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ追加するものです。審議のほどよろしくお願いします。これをもって提案理由の説明を終わります。この際担当部長から要点の説明を求めます。以上、はい、それでは要点の説明をいたします。この度の補正予算は規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億694万4000円を追加し、予算の総額を221億1967万7000円とするものです。説明資料の1ページをご覧ください。電力・ガス・食料品等価格高騰関連として住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付事業3億694万4000円を増額しています。2ページをご覧ください。この事業は国の補正予算成立に伴い物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が交付されたため住民税非課税世帯に対し1世帯あたり7万円を給付するもので6月の補正予算で計上した3万円の給付事業に追加して行うものです。では補正予算書に戻っていただいて10ページ11ページをお開きください。まず歳入です。15巻の国庫支出金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を3億694万4000円増額しています。続いて13ページをお開きください。歳出です。右側の説明欄価格高騰重点支援給付事業費の主なものは給付業務に従事する会計年度任用職員の報酬162万7000円、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金3億100万円などを増額するものです。続いて4ページお開きください。繰越免許費の補正ですが価格高騰重点支援給付事業費について3億694万4000円を上限とした繰越免許費を追加するものです。以上で説明を終わります。以上をもって要点の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。以上、はい、金幸議員。一点お聞きします。非課税所得のみとありますが非課税所得で言ったら収入が96万円の以下と思うんですが それだけの人に7万円支給されるのかお聞きします。答弁を求めます。井上福祉保健部長。はい、今回の補正につきましては、非課税世帯のみを対象としております。以上でございます。他に質疑ありませんか。金谷議員。
加えて、非課税所得の中に一人、すみません、一人親家庭のは含まれないのかお聞きします。答弁を求めます。井上部長。はい、一人はもう含めて、非課税世帯ということになっております。以上でございます。他に質疑ありませんか。以上。はい、南沢議員。はい、はい、当該、給付事業は国の施策でありまして、他自治体においては年内に支給をされるところもあると伺っておりますが、秋田方市は振込開始時期が2月の上旬からというふうになっております。でこの時期が少し後ろにずれ込んでいるのかなと思うんですけども、その理由についてお伺いしたいと思います。答弁を求めます。井上部長。はい、前回の給付と異なりまして、今回は対象者の条件に扶養要件を見るということが国から求められております。システムの改修、また世帯対象世帯を特定する作業の都合上、お示ししてある通り1月中旬発送、2月上旬からの給付開始としておりますが、前倒ししてできるだけ早く給付開始できるように、取り組んでまいります。そのため、1月から3月まで、専用のコールセンターを開設して問い合わせに対応することとしております。以上でございます。以上で答弁を終わります。他に質疑ありませんか。以上。南沢議員。はい、分かりました。もう一点、委託料の中にシステム改修業務委託料が、104万円、計上されています。でこういった給付事業の際は必ず毎度こういったシステム改修の費用がかかっているんですけれども、同じような業務を他の自治体でも行っていると思います。でそういったことを考えたときにですね、同じ業務であれば同じようなシステムを活用することでこのあたりの削減が図れるのではないかと思うんですけれども、そういったお考え、今後、業務システムの共有化とかですね、すればこのシステム委託料というのは、折半とかですね、安く済ませることができるのではないかと思うんですけれども、そういった可能性について、検討はされてますでしょうか。答弁を求めます。はい、井上部長。はい、現在の標準システムに、に向かって、取り組みが進んでまいいるところでございますが、現在のところはどうしてもやはり各市町において独自のシステムで対応しているということで、この費用が発生しているということでございます。以上で答弁を終わります。他に質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。お諮りいたします。本案は委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。はい、異議なしと認め委員会への付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。はい、討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより議案第95号、令和5年度秋田方市一般会計補正予算第7号の件を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。皆さんいかがでしたか。山本和弘議員は市民や若い世代の人のことよりも自分のことしか考えてないと思う方は高評価を。それに比べて熊高議員は市民や若い世代の未来を考えてくれていると思う方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。